葵区駒形通りの居酒屋千鳥足さん。日曜日以外はランチ営業もしており、昼は本格的なラーメンをメインに提供しています。店内は黒を基調としたシックな雰囲気ですが、カウンターと奥には座敷もあり、アットホームな接客が落ち着きます。ランチメニューは3種のラーメンとご飯物や唐揚げなどのサイドのみ。これだけ見せられたら居酒屋ランチとは思わないでしょうね。定番以外のラーメンや定食の日替わりメニューも。居酒屋メニューはこだわりの地酒のほか、お刺身や静岡らしい食材も揃った揚げ物と焼き物が豊富に。定番のおつまみもいろいろ揃って3種のラーメンも提供しています。真っ赤なスープが実に辛そうでクリーミーそうでもある、これぞ担々麺といったビジュアル。肉味噌もたっぷり、ネギとチンゲン菜の定番トッピング。ランチのサービスで麺の大盛りか小ライスが無料なのも嬉しいです。はじめにラー油の強い酸味、後からガツンと辛さが広がり、最後に濃厚なごまの香りがじんわりと。山椒系の癖のあるスパイス感に肉味噌の旨味と甘みも混ざって非常にコクのある味わい。コリコリと固めに茹でた麺がよく絡み、噛むと小麦の甘さでバランスよくいただけます。辛さ一辺倒にはならない味わい深いスープです。追い飯で残った肉味噌もしっかりすくって、最後まで旨味たっぷりな一口を満喫。ボリュームも大満足。居酒屋のラーメンながら本格中華に負けない濃厚なコクと旨味の担々麺でした。ぜひお試しください。